事件です。ですね、朝ですね、朝今うちの前にですね、ちょっと不審者が立ってましてね。はい。でうちの母が何をしてるんですかって聞いたら、知り合いがいるっていうわけですよ。はい。で今うちのすぐ近くの橋のところで、なんかただなんか歩いてきたのかわかんないですけど、座ってるんですね。はい。20代ぐらいの男性ですね。はいはい。黒っぽい、なんでしょうね、ちょっと長袖ですね。でちょっとそこまではちょっと距離があるんで見えないです。はい。下も黒っぽいズボンですね、長ズボンです。そうですね、なんか何もないですね。車とか止まってるわけでもなく、はい、なんていうんですかね、肩からかける、なんていうか薄いか、ショルダーバッグみたいな、はい、なんていうんですかね、今最近流行ってるやつ。はい。そう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 。はい。それも黒系だと思います。はい。はい。いや、知り合い探してるって言って、はい。で、ちょっと車で横通ってみて顔見たんですけど、僕知り合いじゃないんですよね。はい。まあ、ここにいるっていうんですよ。そう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 。ちょっとでも、まあ、ちょっと不審な目で見てるんで、はい。あれですね。まあ、もう見た感じちょっと変な感じがします。はい。普通の人じゃない感じ、うん、見たいですね。しかも、うん、ここ歩いてくる来れるようなとこじゃないんで、はい。そうですね。って橋があるんですけど、そこの欄干のところに座ってますね。はいはい。あ、一応お話は聞きたいです。はいはいはい、すいません。はい、お願いします。気づかれないようにちょっとリーンして。いや、見えますかね、あの橋の欄干のところに座ってるんですね。やべえな、あれ、ここ車じゃないとまず徒歩でなんて来ないところなんですけどね。なんだろう、行き倒れちゃってるのかな、生きてんのかな、あれ。いや、死んでたら座れないか。この直後、男は上着を脱ぎ捨て欄干に登った。さすがにこれはですね、動画にできないですね。いろいろなんか問題がありそうで、腰掛けながらですね、飛び降りようとしたように見えたんで、すぐ110番をして、そのしたら駐在さんが来られて、職質したんですけど、ずっと拳銃を凝視して威圧的な態度を取り続けましたね。その後立ち去っていく感じだったんで、すぐに駐在さんにまた説明をして、パトカーの要請をしてくださいました。だいぶ自宅から離れたんですけど、ここにパトカーがいるから、ここに来てんのかな。パトカーが2台か3台か。ちゃんと呼びましたね。いや、別件の事件なのかな。いや、ちょっと僕のね、通報の言い方が弱かったかもしれないですね。ちゃんと最初からね、まあこっちも分かんないですからね、警察にあんなに威圧的な態度取るやつとは思わなかったんで。すごいすごい台数来たな。4台かで、まだパトカーの音がするから、まださらに来てますね。もうね、邪魔になっちゃうから遠巻きに見よう。いや、あれかな、通報した。あ、どうも。あ、通報した方、はい、あ、どうも。別に今あんま丸くないんだ、
どんな感じですか、やばいやつですか、やっぱりやばいやつですか、やばいやつですか。危なかったな、じゃあ話してて、はい、いつこっちぶっ飛んでくるか分からない、そうですよね、うん、いや、駐在さんになんかすごい圧的な態度を取ってから、こいつは珍しいなと。結構歩きましたね、あいつ、うん、歩きました最初の目撃、僕じゃないです、母なんです。お母さんですよね、はい、で通報者ですよね。そうです、ちょっと待ってください。はい、いや、それで通報して警察の方すぐ来るかなと思ったらなかなか来なくて、そしたら橋の欄干に川の方向いて座って飛び込むのかな、こいつはと思って。泳ごうとするって。泳ごうとしたんですか、やべえな。ちょっと今後関係で協力していただくことになるかもしれないんですけど、いいですか。大丈夫です、大丈夫です。お母さんが通報したんですね。通報したの、あ、目撃。あ、そうです、そうです。はい、目撃したの母です。あ、目撃したのお母さん。はい、お母さんが目撃した情報とか、はい、あと、どうだ、息子さんが通報に至った経緯とか、はい、ちょっとこんなのですね、はい、書面に残さなきゃいけないんですよ。あれ、でもあの人ここら辺の人じゃないですよね、あの感じは。ちょっとね、本当かどうかわかんないって言ってることとか。ああ、だいぶね、あの感じで、あ、こいつはヤバいやつだなって最初のインスピレーションで分かったんで。そうですよね。ああ、こいつなんかやってくんなと思って。表情がもうちょっと乏しい感じですね。なんで、うんともちんとも言わないし、うん、何か作ってんだろうなと思って。この後調書を取れまして、私は、帰宅ですね。あの、危ないから、危ないからと念を押されまして、はい、で男はですね、あの署に、何とかして、まあ、引っ張りますということで、その後の出来事はまた次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。